どうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあ動物のリープラス実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、こちらエイブルシスターズの過去話聞いていきたいなと思います。このアサミさんに何日間か話しかけたら過去話が聞けるようになるんですけど、アツモリ、トビモリ、マチモリと聞いてきたんですよね。今回は動物モリープラスでも聞いていきたいなと思います。では早速1日目からやっていきましょう。今思えばこの服の布地も昔っぽさが出てていいですね。サイコロだ。今忙しいのでごめんなさい。前回に1日だけ聞いたんですけど、一応リセットをしまして、今日が多分1回目だと思います。ふう、キヌちゃん、こちらのお客さんをちょっとお願い。何よお姉ちゃん、私も忙しいよ。カニね。あ、そうなんだ。あつ森だったら、はいはい、こちらでお伺いしますねみたいな言われるんですけど、動物森プラスだったら結構喧嘩気味なのかな。お姉ちゃん、ごめんよ。なんかこっちが申し訳ない気持ちになるな。2日目、何日間ぐらい話しかけないとダメなんだろう。俺の予想では15日間。今忙しいのでごめんなさい。2日目とかは変わらんだろうな。何お姉ちゃん、私も忙しいんよ。カニね。でもあつ森は22日間ぐらい話しかけないとダメだから、仲良くなるまで時間がかかるんですけど、多分飛び盛りとか動物のリプラス過去作に関してはそんなにかからないんじゃない。あいつもすみません、ちょっとバタバタしますのでごめんなさいね。あの、今手が離せないのでごめんなさいね。でも口数多くなったくない、1日目2日目に比べて。あの、今手が離せないのでごめんなさいね。じゃあ次4日目いきましょう。そろそろ俺の名前覚えてくれてもいいんじゃないか。それにしてもこの縫ったやつどこに送ってるんだろうね。これをタヌキデパートに送ってるのかな。だってこれ全部マイル座なんですよ、この時代って。あ、こっち向いてくれた。あなたは確かミレットさん。覚えてくれた、4日目で。やっぱ早いんだね。あれ、お姉ちゃんがお客様の名前覚えるなんて珍しいやないの。ちゃんと覚えてあげて、お客様の名前は。毎シリーズ毎シリーズ。キヌちゃんは余計なこと言わんでいいの。何のお買い物もできませんけど、どうぞごゆっくり。ついに来たな。あ、ミネットさんいらっしゃい。あ、どうも。ミネットさんも忙しそうですね。曜日の話とか聞きたいよな。なんか昔このあさみさんが好きなドラマとかあったんですよ、火曜日か月曜日あたりに。だからそこら辺の話も今回で聞いていきたいなと思います。めちゃくちゃさ、このヤシの木に囲まれているエイブルシスターズ、エモくない？なんか夏っぽさが出てて、かなり個人的に好きなんですけど、あんまり伝わらない。冬はあんまりエモくないんですよ。やっぱこの季節だよな。5日目。あら、ミネットさんいらっしゃい。ええ、相変わらずの忙しさなんですよ。結構ニコニコしてくれるね。常連さんには優しいんだ。持ってるお金って出てくるってことは、あ、でも傘とか買えるんだっけ。あ、いえいえ、オリジナルじゃなくて型通りに作ってるだけの既製服なんですけどね。これ全部たぬきさんのとこ。やっぱりそうなんだ、この時代は。何しろ単価が安いものですから、働いても働いてもさっぱり儲からないんですよ。安いわ確かに。あれ、デパートに売ってる服だいたい1着320ベルぐらいなんですよね。たぬきさん、ああ見えても結構ガッチリしてるから、うふふ。ああ、お姉ちゃん、そんなこと言うて。妙なこと言わないでほしいんだな。もちゃんと払ってるんだな。もちゅうて、たぬきさんに怒られても知らんよ。昔の幼馴染なんですよね、あさみさんとたぬきちは。正直、おいでよ動物森で連続ドラマ聞くと涙出てきますよ。ああ、ほんまやね、こわ。これも全部あれですもんね、マイデザインのはずだから、持ってるお金って出てくるんだ。でも今日で6日目。あら、いらっしゃい。え、その写真、いやいや、ミネットさん、私まだ独身ですよ。今見えてる3枚のうちの一番右側の写真っぽいですね。違う違う、それはお母ちゃん。私はそっちの女の子、横のちっちゃいのがキヌヨ。私ら10歳も年が離れてるから。あ、これ真ん中のやつ、あさみさんとキヌヨさんか。俺なんか両親かと思ってたわ。ううん、お母ちゃんもお父ちゃんもあの子がまだ小さい時に死んでしまったんよ。キヌヨはまだ本当に小さかったから何にも覚えてなくって、あの子にとっての両親との思い出はこの写真だけ。親の代わりなんてできるとは思わなかったけど、
きぬちゃんに寂しい思いはさせまいと夢中でやってきたの。おかげであんなに明るい子に育ってくれてすごく嬉しいわ。ちょっと天馬すぎるのがたまに傷なんやけど。お姉ちゃん、なんか余計なこと言ってるんやないでしょうね。なんでもないよ。あー怖い怖い。ここのさ写真にあれある？琴乃さんいる？ボロっちいでしょこの店。でもすっかり馴染んで体の一部みたいなんよ。もうこれじゃないと仕事できないって感じなの。大事に使わんとね。ずっと使ってるもんな。この時代は琴乃さんと疎遠状態のはずだから写真自体はないんだね。オッケー、6日目でついに過去話を聞くことができました。ちなみにこの絹代さんは飛び出せ動物折りで、琴乃さんか浅見さんだったら断然浅見さんの方が好きって言ってるんですよね。なかなか面白い。今日でちょうど1週間です。多分15日間だと思うんだけどな。あー、ミネトさん、新しいマイデザインでも作りに来たのかしら。あー、ミネトさん、あ、そんなにセリフは変わらんな。なんか曜日ごとのお話とかも聞きたかったんですけど、もうしばらく仲良くならないと無理っぽいね。ダメだ。え、これが最大なんだ。他には何にもない。いや、まだね、おいでよ動物森でもあさみさんと仲良くなろうのコーナーやってないから、そのうちやりたいなって思ってるんですけど、え、母親の形見の話とかないの？飛ばそう。10日目、多分ねこの話とかあると思うんだよな。アミネタさん、いつもどうも。全然大。え、本当に？え、何この意味深な記事。本当にそれたぬきデパートに送るものなの？ M とかありそうだな、赤色のな。ちょっと待って、今が10日、あと5日間やってみましょう。15日でなかったらそれ以降はなさそう。あ、ダメだ、セリフが変わらん。これ以上好感度が上がりそうもないですね。まあ、もしもね、偶然お母さんの話が聞けるようになったら、そちらも動画に収めたいなと思ってるんですけど、ないのかな。もうちょっと過去話聞きたかったですね。まあ初代はね、あのエイブルシスターズっていうのはなくて、まあ、プラスから登場したんですよ。プラス、E プラス、おいもりっていう順番だから、まあ、なくてもおかしくはないかなと。いや、まさか動物森プラス、E プラス、まあ、ほぼね同じ作品と考えて、このシリーズからそういう家族の話とかしてくれるんですね。それにしてもこのテントの位置を、怖くない？よくここに建てようと思ったな。誰だ？モーリス。やった、僕の他にもキャンプする人がいた。ダナッス、お願いだけど、あの缶詰開けてよ。え、キャンプしに来たんじゃないの？別に落ち込んじゃいないけど。僕はモーリス、君はミネットくんね。これ全部エイブルシスターズで作ってるってことですよ。え、可愛くないこれ。ポップな花の服。360ベル。安すぎる。頼むわ。もう少し値上げしてもいいんだぜ、エイブルシスターズ。生かしてないの服。ネビュラな服でございます。こんなんまで作れんの？あさみさん。売っていきましょう。振り子の時計とかはいいから、これをこう、こう。オッケー、447ベルで売っちゃって。これでも売られてるのをあさみさんが知るとちょっとへこませそうですよね。気をつけないといけない。バレないように売りましょう。これが優しさ。今何枚貯まった？あ、10枚貯まったね。2回チャレンジできる。6月30日にして、まずは6月分。変わってる？変わってる。ラインナップリセットしてやってを繰り返したら、これファミコンとか全部コンプリートできそうだな。いらっしゃいませ。今日は福引きの日だな。も福引きするんだもん。裏技リストに載ってたんですけど、 A ボタンを連打することによって当たる確率が上がるっていう、ポケモンでいうモンスターボールみたいな。やっていきます。せーの、うっ、おお、連打連打連打、うおー、だな。あらららら、外れちゃった。だなも残念でした。また今度挑戦してね。だなも一瞬で消えた。ラスト1回。何これ、なんだっけ、名前忘れた。なんだっけ、
石の水受けでもなくて露天風呂でもなくて出てこねえ、こういう時に限って。まあ手に入れたらわかるよな。二等いけ。ふう、 A ボタンねんだ。きた、三等。当たった、当たっちゃいました。三等の青いチェストはミネトさんのものいただきました。二等が良かったな。どうやって頼んだ今。はい、それでは商品の青いチェストどうぞ。頼もう。今日が唯一のつぶきちまめきちの休みの日だもんね。まあまあいいんじゃないでしょうか。三等手に入ったし。さて最後の一日頼む。一回でいいんだ。この家族の話を聞かせてくれ。ダメか。ダメだ。いつ聞けるんだろう。まあ、そもそもね、そういうセリフがあるのかどうかも分かりませんが、もしも、あさみさんが気が向いた時に話してくれたら、そちらも動画にしたいなと思います。というわけで今回はこれで撮っておきましょう。じゃあな。